J リーグの壮大すぎる計画が逆効果と話題。J リーグが JFA に続いて欧州支部の設立を計画していることが26日までに分かった。オフィス派、欧州サッカーの中心地とも言える英国ロンドンに構える可能性が高いという、一番の狙い派、J クラブと欧州クラブの架け橋になること。スタッフを現地に常駐させることによって、各欧州クラブ関係者とより強固な関係を築き、強豪クラブとのマッチメイクや、選手、日本人指導者の留学、研修などをさらに促進させたい考えだ。欧州クラブ関係者にしたらわざわざ日本に出張らなくても競りの会場が近くにあるみたいなもんだからな。若手選手のさらなる流出に拍車がかかるだけだわ。代表がやる意味はまだわかるが、 J リーグ側が積極的に金かけてやる意味は謎だな。自国の選手が流出しすぎれば国内リーグに誰も興味がなくなる。いくら代表が強くなったところで国内でサッカー人気が落ちたら終わりなんだよ。先輩から、指導者の育成なんとかせいよ。費用対効果クッソあるそう。元日本代表の人が、J リーグを経由しない日本サッカー業かなんてこと言ってた。すごいこと言うなぁ。